ベイリンはアーサー王伝説に登場する伝説上の人物。特にアーサー王がイングランドを統一すべく戦っていた時に活躍したノーサンバランド出身の騎士。物語の初期の方で死亡してしまったため、本によってはベイリン教の活躍が書かれていないこともある。しかし、彼の活躍が後の聖杯探求において伏線となっている。通称は創剣の騎士。 日本の剣を帯びた騎士、万人ベーリン、野蛮なベーリンなど、日本語書籍によっては発音がバリンになっているものもある。アーサー王が十一人の王と戦っていた頃、アーサー王の宮廷にこの世で最も優れた騎士にしか抜けない剣を持った乙女がやってきた。騎士たちが次々と挑戦するが全員が失敗する。当時、 アーサー・王のいとこを殺害した罪で獄中から出所したばかりのベイリン教は見事に剣を抜くことに成功する。乙女はこの剣は自分の最も愛する者を殺害するという呪いがかかっていることを説明し、剣の返還を求めたが、ベイリン教はこれを拒絶する。入れ替わりに今度はアーサー・王にエクスカリバーを渡した湖の乙女が剣を持ってきた乙女か、 あるいはその剣を抜いた騎士の命を要求する。この湖の乙女が自分の母を殺した相手だと気づいたベーリン教は、この機会に湖の乙女を殺害してしまう。これがアーサー・王の怒りに触れ、ベーリン教は宮廷を追放されることになる。以降、ベーリン教は自分が持っていた剣と、この時手に入れた剣の両方を持ち歩いたため、双剣の騎士と呼ばれることになる。 追放されたベイリン教に対してアーサー王から資格としてアイルランドの騎士ランサー教が送り込まれた。しかしベイリン教は難なくこれを帰り討ちにする。しかし遅れてやってきたランサー教の恋人はランサー教の死骸を発見し絶望するとその場で自殺してしまう。これにはベイリン教も嘆き悲しむことになる。その後ベイリン教は 弟のベイラン教と合流し、アーサー王の許しを得るべく、アーサーに敵対していた北ウェールズのリエンス王を倒すことを決意する。彼らはたった2機で60人の兵を連れていたリエンス王を奇襲し、見事リエンス王を捕虜にすることに成功する。これによって、ベイリン教はアーサー王の許しを得ることになる。また、アーサー王がロト王と戦っている時期のこと、 ガーロン教という姿を消す魔法を使う騎士によってアーサー軍に被害が出ていた。ちょうどアーサー王から許しを得ていたが、未だアーサー軍に合流していなかったベイリン教はガーロン教を撃ってから合流しようと単独行動を取ることにする。旅の途中、知り合った騎士がガーロン教に殺されるなどの事件が起きつつも、ベイリン教はガーロン教を探して、 ペラム王の城を訪れていた。このペラム王の城では、客人は武器の形態が禁じられていたのであるが、ベイリン教は探検を隠し持ち、ガーロン教を暗殺することに成功する。しかし、ベイリン教はこれに激怒した城の種、ペラム王とも戦うことになる。武器が探検しかないベイリン教は、城の中を逃げながら、ペラム王に対抗できる武器を探し、ロンギヌスの槍を発見し、 これによって、ペラム王を撃退することに成功する。しかし、触れてはいけない、制御を扱った、反動、嘆撃の一撃により上都周囲の土地を破壊し、自身も、生き埋めとなる。また、槍によって傷つけられたペラム王は、ガラハットの登場まで、言えることのない負傷に苦しむことになるのであった。不幸にも、次々と罪を犯してしまったウェイリン教は、 アーサー・王のもとに帰るのを諦め、一人で旅を続けていた。ある時、そこを通過するには、島を守る騎士と決闘しなければならないという悪臭があるという地方を通りかかった。この決闘を承諾したベイリン教は、ある騎士の助言に従い、彼に盾を借りていくことにするのだが、これが悲劇を招いた。この時、決闘相手は弟である、ベイラン教であったのだが、 ベイリン教はそれに気がつかなかった。一方、ベイラン教も相手が日本の剣を携えていたことから、兄ではないかと思ったものの、盾が違うのでそうとは気づかなかったのである。こうして、兄弟同士は殺し合い、お互いに、瀕死の重傷を負わせた時点でようやくお互いの蘇生に気づくことになった。もう助からないことを覚悟したベイリン教とベイラン教は、同じ墓に埋葬されることを言い残し、 生き耐えるのであった。ありがとうございます。